どうも東海道越し観光の宮島です。さあ本日なんですけど、わかります？熊野の花火大会に来てます。海岸沿いで上がるですね、花火、三尺玉が上がるということで、ちょっと初めて見るんで楽しみです。非常にもうたくさんの方々とか、もう席を取ってね、三脚も置いてる方もいらっしゃいますので、ちょっとどんな雰囲気かだけね撮っていきたいと思います。最後までご視聴ください。すげえ人だな。わかるかな、これ。こっちはね、自由席なのかな、自由席のねところみたいです。すごいたくさん人見えますね。で今日観光バスのツアーで来てます。観光バスのツアーで来てるんで、こんな感じで有料のね浜席っていうのが入れますんで、ちょっとそちらの中の方も入りながらね行きたいと思います。今ねゲートをくぐって海が正面に見えます。さあ海岸まで来ましたよ。わかるかな、こんな感じで出店がね結構いろいろ出てみる感じがしますね。ちょっとここを見てしましょうね。なんか食べたいね。お好み、いやいい匂いするな。お祭りのお好みはずるいよな。あと焼きそば、あトウモロコシいい匂いする、いい匂いするわ。何これ何これ、映えるチューチュープリン、なんかおもれーなー。肉だ肉、肉売ってる。いやうまそうだな。ただひたすらみんな並んでる。やっぱ祭りって感じだな。すげえ人だな。いや結構ね屋台は並んでるんで、ちょっとまた後でね見に来ましょう。いやすごいよここ。わかりますか、こんな感じで今見えてる席は実はこれ自由席です。観光バスのグループさんで席ね取らせてもらってるんですけど、この席は実はこの今見えてる奥、ちょっと坂になってて、そこに席があります。だからすごい海間近で見てね花火に撮れますので、いや今日いい時に来たな。はい、じゃあこっからがバスのツアー席ということで、もうほんとさっき見たところの先ですよね。ちょっと斜めになっているところ、席をね確保してもらってるんですけど、わかるかな、こんな感じ。もうほんと波打ち際ですごい、多分間近で花火見れてると思います。すごいな、なんかもう波ほんと近いもんねこれ。花火どんな感じで上がるんだろう、全然イメージわかん。あお疲れ様です。あそこでいた方でしたよね、紀北で会いましたよね。そうですよね、入ったお客さん50名様枠で42名様なんですけど。あでも42おるんだ。その一番前ですね。仕事だいぶ戻りました。今年はでも忙しく働いてますね。本急じゃなくてそちらの自社ツアーなんですよ。あそうなんですか。そう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 、だからこれもないんですか。何も持ってないんだわこれマイクです。これマイク、あすごい可愛いですね。もう初めて来たんでね、ちょっとちゃんと見たいよね。ですよね。じゃあなんか喋りかけたついでにチャンネル登録してもらっていいですか YouTube 全然見ないですけど、またあもう全然時間があったら見ますね。これ映ってよければ使うけど、どうする、あ全然いいですよ本当に、はい、何さんなの。あ野原です。野原さんなんだ、はい、香里です。香里さんね、はいはい、香里さん添乗員だっけ。はい、あ添乗員ですね。ずっと中の仕事とかしないの。中はしないです。中はしないの。でもずっとバス乗っとんだ。はいそうです。え今まででさ、はい、行ってさ、はい、もう一回行きたいとことかある。いやもう日本はどこもいいですけど、やっぱり桜の飯行きたいです。桜の飯、そもそも何ハーフ。ハーフですそうだよね、はい、いや日本はって言うからさ、あ日本じゃないとこどこなんだろうと思って。日本は四季折々ですもんね。紅葉の時期も ね、 ですね、頑張りましょうね。そうだね、コロナをちょっとね落ち着いたからねすごいじゃないですかこんな感じが。じゃああの人も来たら移そうと思ってるけどさ頑張ってください。頑張りますね、はい、あの俺もチャンネルなんとかなんとか1000人行きたいので。あそうなんですね、頑張ってください。また見ます。俺でもこんなさ波打ち際で見れると思わなくて、いや私もこんな近いと思わなかったんですよ。すごいよねこれ。すごいこのロケーションすごいですよね。そもそも素晴らしいですよね。月も見せ正面にあって今ねまだ6時半なので、だいたい花火上がるのが7時ぐらいからです。ちょっとまたその頃に、花火の方も撮りたいと思います。じゃあありがとうね、はい、頑張ってください。
よいしょ。さあもうちょっとで花火始まるんですけど、すげえ出店でなんかやっぱ買いたいのでちょっと戻ってきましたね。えさっき食べてた太田君も一緒にね、はい、来てくれたんでちょっとなんか買おうぜ。唐揚げが多いな。唐揚げ多いな。唐揚げは定番ですね。うん、ラーメンもやっぱ人多いな。夏休み最後って感じやな。なんかすごいね、人多い。あ、今日結構月丸いんだね。絶対インカメで映らんけど結構ね月丸い。そしてやっぱね人はね多い。イカ、沖縄ってさイカ食べるの？食べます。イカある？イカあります。これ沖縄なんやと思っとんねん。沖縄何でもあるって思ってください。え、待って待って、あ、かき氷、わた氷、わた氷、うわめっちゃ並んでる。まあこんだけ暑かったらみんな並ぶわな。やっぱ花火上がる直前っていうこともあってかめっちゃ並んでるね。買いに来たけど全然買えんね。お、なんか今落としたよ。もう上がり始めた。7時ね、今ね5分前。これめっちゃ多いよな最近な。今年でなんかもうブームさじ多いですね。さじそうやけど、こちらは串買うか並ぶんでなさそうやし。完成。あ、たこ焼きはくるやつベラ。たこ焼きもいいです、ね、あ、俺たこ焼き買うわ。あ、タンステーキ並んできます、うん、はい、じゃあちょっと花火は始まっちゃったんですけど、やっぱりお天気たら食べたいってことで、俺が豚バラで、太田くんがタン。タンね。いただきます。いただきます。うん、うん、あ、ないわ。花火打ち上がってる音聞こえてるんですけど、まあ本当始まったばっかりなんで、これからまたさっきのとこでね撮りたいと思います。いや、そこから花火がもう綺麗すぎて、沖縄の花火とは比べられなかった。2回延期してようやくですからね。4年ぶりでもう開催してる方たちもめちゃくちゃ喜んでて、もう最初の挨拶長かった。気持ちすごくわかります。花火師の人たちもあげることが嬉しいと思いました。多分1回コロナ中もさ予告なしにあげとったもんな。そうですね。それほどあげたい気持ちがあるんですよやっぱり。あとたこ焼き買いました。こんな感じで一列並んどると思わんかった俺。さっきおじちゃんがめっちゃ急いで焼いてたんで、焼きたです。めっちゃ破れた。ああ屋台のたこ焼きって感じ。うん、屋台のたこ焼きだ。どう、仕事しとってよかったなって思う。まあ何度か思いますね。まあじゃないとやっていけないです。いやうまかった。今ね花火がどうなの、始まって10分15分ぐらい。もちろんこっからも全然ね見ようと思えば見えるんですけど、やっぱお店越しなんでね、ちょっとやっぱこれ最前線で見てえな。今ねほんとね最前線で見たい気持ちがめちゃくちゃ出てきたんで、ちょっと一旦席の方に移ってちょっと花火撮りたいと思います、はい、行きましょう。行きましょう。